はようございます。今日の聖書の箇所はイザヤ書の49章です。この章から後ろ9章はイザヤが永遠の神のしもべとして栄光ある未来の救いを予言していることから、イザヤ書の中でも最も重要な部分と言われています。まず49章の1節から13節では救い主、すなわちメシアの出現が予言されています。特に1節に、主は生まれる前から私を召し、母の体内にいる時から私の名を呼ばれたとあり、イエス様の誕生、特に母マリアへの受胎告知が予言され、また5節では、主はヤコブをご自分のものに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の体内にいる時、私をご自分のしもべとして作られた、私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられたとあるように、イエス様がメシアとして父なる神によって作られ尊ばれ、特別な力が与えられることが示されています。また6節に至っては、主は仰せられる、あなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない、私はあなたを諸国の民の光として地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イエス様の救いがユダヤ人だけではなく地の果てまでも伝えられ実現されることを高らかに歌い上げているのです。さて、今日はこのように意味深いメシア出現の予言の箇所の特に後半部分、9節と10節について思い巡らせたいと思います。私は捕らえ人にはいでよと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。私はここを読んだ時、日本社会で今一番大きな問題になっている中高年齢者の引きこもりについて考えさせられました。政府統計によると、日本には今61万人を超える40歳以上の引きこもりの人がいると言われています。そしてその 70% は男性だというのです。数週間前、中学を卒業してからずっと引きこもっていた50代の男性が、小学生とその親十数人を刃物で切りつけ、小学生と父親が死亡するという事件がありました。男はその場で自殺しています。またその数日後、やはり50代の引きこもりの男性が今度は自分の父親に殺されるという事件が起こりました。息子を殺した父親は政府高官の経験もある社会的には大変優れた人でした。自分の息子がいつか見ず知らずの人たちに危害を加えてしまうことを恐れての犯行であったと言われています。どちらも痛ましい事件でした。日本だけでなく、アメリカでも孤独な男性が引き起こす銃の乱射事件が後を絶ちません。経済力を失い、また家族や社会とのつながりをも失った人たち、特に絶望に追い詰められた中年の男性にとって、見ず知らずの人を巻き込んで自殺することが自己存在意義を世に示す最後のやり方だと受け止められているのだと、ある学者は説明していました。わかる気がします。私は今朝イザヤ書を読みながら、そのような引きこもりの人たちこそ闇の中に囚われている人たちなのではないかと思われて仕方ありません。そしてそのような方々にイエス様の光を届けることが私たちに与えられている使命なのと思うのです。あなたは神様から作られた時から価値があると知らせる人が必要なのです。15節と16節には、女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の体内の子は憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだとあります。私は台湾から遠い外国から福音を伝えることで、かえって自由に神様の愛をお伝えすることができるのだと思います。なぜなら、私たちは日本の国や社会から全く自由になって、ただイエス様の愛だけを純粋にお伝えすることができるからです。祈りましょう。愛する天の神様、この朝私たちはイザヤ書を通してあなたの永遠に変わることのない救いの御約束と、あなたがどれほど私たち一人一人を愛し、この手のひらに刻むほどに私たちを思い愛してくださっているかということを知らされました。あなたのあふれる愛に心から感謝します。どうぞ今、私たちを闇にとらわれ動くこともできなくなっている魂に、あなたの愛の光を届けるものとしてお使わしください。そして特に日本の引きこもりの人たちに、神様は決してあなたを忘れることはない、あなたはお母さんのお腹の中で作られた時から価値があるという真理を伝えることができますように、道を開いてください。このお祈りを愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。